さて今日も京都でアモングアス始めていくぞ。アモングアスを始めて早3年が経過しているという事実。同じゲーム3年もやってて我ながらよく飽きないわね私たち。まあ対人ゲームは無限の楽しみ方があるからな。今日はオポチュニスト視点から頑張るみんなを傍観者としてにまにま眺めていこうと思う。確実に楽しみ方を間違えている。ジャコさん私今回オポチュニストでした。信じられない。まあ今回はメテオも聞いてるから別に信じてもらえなくても問題はないんですけどね。まあ一応サボは直せる時があれば直しましょうか。私たちは別に信じてもらえなくても生きてれば勝手に共存勝利だからな。むしろ疑ったりするんなら敵対することもやぶさかではない。一発芸やってもらって面白かった人の陣営に味方しましょう。あまりにも悪辣すぎる。オポチュニストなので特段やることないんですけども、ただあんま浮いたらスケープゴートとして釣られそうだから、ある程度は死人を作っておく必要がある。まあ浮いた位置のオポチュニスト CO なんて誰も信じないからね。オポチュニストは全視点潜在的な敵みたいなもんですから。共存勝利で誰とも敵対しないのにこの扱い。なぜ君たちは争わないために会議時間が用意されてるんじゃないのかね。愚かな者どもです。あんた前オポチュニスト後半にチャられたくないという理由で釣ってたけど、あれはあくまで数週間前の私ですからね。それにニチャルって言い方には悪意があります。微笑むと言ってください。微笑むにしては邪悪すぎるんだよな。あら、なんかみんな集まってますね。どうしたんですか。メテオ。いやよく考えたらオポチュニストだしどうでもいいわ。メテオさんよりもテレポーターの方が問題。ナイスである可能性はありますが、最近毎度のごとくテレポーターいる気がするわね。みぞれさんがハリセン、みぞれさんがハリセン。いやひなみーさんがハリセン。いつもだけど元気だな。ちなみにハリセンというのはおそらくインポスター役のスラッガーね。自分がジャンプダンサーなのはラテさんに見られているはずだから。いやジャンプダンサーはひなみーじゃなくてみぞれさんでしょ。なら証明するからみぞれさん釣ってくれ。わかりました、みぞれさん釣ります。すごい物分かりがいいな。知らんけどこれキル別じゃね。あ、そうそうキルはハリセンじゃないよ。テレポートする前にみぞれさんがハリセン出してるの見えた。いやテレポートあとひなみーさんがキルしてたよ。ジャンプダンサーはみぞれさんでしょ。お前ラテチャンネルはマットかなんかだよ。あれみぞれさんが自分に見せてくれたんじゃないの。そうだよ。とりあえずラテみぞれラインとひなみーさんが対抗してる感じだと思うから、ひなみーってみぞれさんの真偽を確かめたら。いや証明するから1ターン待ってほしい。というかそのラテさんとみぞれさんはラインということでいいんですか。説明するとみぞひなラテでキッチンを開いて、みぞれさんがジャンプダンサーの能力使ってたんですよ。いやもうそこからおかしい。俺が使ったんだって。逆になんでラテさんはあれでみぞれさんってわかるの。いやみぞれさんが自分ですって言ってたじゃん。言ってない言ってない。まあもうスキップで証明してもらう感じでいいんじゃない。そうですね、ラチが開きませんし。じゃあサボ待機しよう。私展望行きます。じゃあ私とチャコさんでコミャサボ行きます。開幕から楽しそうだったな。毎度毎度現行犯で戦いが始まってるわね。というか私とチャコさん両方キッチンは切ってこれ積んでますね。展望遠すぎる。まあ別に私たち視点ボタン押せずキルを切ようがどうでもいいんだけどな。ただ一応直しに行くと約束したので仕方なしに向かいます。メメントが約束を守る貴重なシーン。ウミガメの産卵シーンと同列に扱うのはやめていただこう。まあ実際メメント約束は守らないからな。マリサさんに言われるとかさすがに屈辱の極みなんですけど。失敬な。私はそもそも約束しないから守るも何もないぞ。論外もいますと。さて想像通りコミャサボ入りましたが、まあどちらか確定で破綻するターンだから当然ではある。そしてひな兄さんがジャンプダンサーの能力を発動。まあそれも知ってた。どうせミーティング付近でみぞれさんがお土産狙ってますね。私たちは何人死のうが問題ないので待機しておく。パワープレイ盤面になって釣られることだけ怖いとこだけど、最悪勝ちそうな陣営にこびて生き残りを狙っていきます。誇りもプライドもない。誇りやプライドを求めて負けてちゃせはないぜ。相手の靴を舐めようが何しようが勝てばいいのだ。なんで私こいつと同じチャンネルで実況してるんだろ。みぞれさん人材確定。ひな兄さんがジャンプダンサー証明してましたね。ジャコさんと私今回両方キッチン脇だったので直せませんでした。なんだったら俺通信室サボも直したからね。とりあえずみぞれさん吊るして次ラテさんということでいいかな。みぞれさん自分はまだ信じてるよ。ちなみに自分はスタントマンです。みぞれさんどこ投票。スキップ入れました。あ、そこ本当にマットメイトなんだ。さてでは私はどうしましょうかね。まあインポスターに協力するのもありっちゃありなんだが、どっち勝利でも問題ないからね。ただキルされる可能性を少しでも下げておきたいので、今回はみぞれさんに投票しておくことにしましょうか。まあそれに切羽詰まって私たちの票がないと負けるって時に手を差し伸べてこそ真の閲覧を得ることができるからな。聞くけどマリサ残念ですが、さよならみぞれさん、さよならみぞれさん、さよならみぞれさん。第三陣営の私たちも投票してるのに3票しか集まらなくてくさ。まあ他人材の力集結してる。まあ何度も言いますが別に釣れなくても私たち視点問題ないんですけど、ただここまで票数が偏るとなると今回の配役にも想像がついてくるな。お、素晴らしい脇かぶり。みぞれさん私オポチュニストでスキップ入れました。仲良く行きましょう。なお実際にはみぞれさんに投票していた。この腐れ毛動画。わかりました、よろしくお願いします。あ、ちなみに自分侍ね。オッケーオッケー。クルードも絶望の淵に落とし入れてやりましょう。凄まじい手のひら返しである。でもこの二人なら急に裏切ったりしてくることはなさそうだな。まあ比較的他のメンツより強力に理解がある二人ですからね。これで私たちの安全は保証されたと思っていいでしょう。あとは巻き込まれないように気をつけて動かないとね。ここまで来たら残り時間は鉱山でひっそりと過ごそう。お、なぜボタン。人材側がここでボタンを押す必要性はなさそうですけど、よく考えたらテレポーターの人に間違ってキルされちゃいそうだから、テレポーターはできればやめてねっていうためだけのボタン。あれテレポーターナイス側じゃないんですか。あ、そうなん。いやインポスター側でしょ。そういえば私たちはもう一人のインポスターが侍だと知ってるけど、村視点からだとわからないからテレポーターである可能性もあるんだな。と
というかもうこれクルー無理だよね。負けですかね。負けじゃんこんなの。チラチラしすぎるだろこいつら。勝ちが確定してなお演技はやめない。お疲れ様でした。どんまいでした。サボタージュはコミャサボでお願いいたします。無理だ俺らは。ひなにクルーにはもうタスクしかないぞ。まあクルーは一応全員みぞれさん投票ね。それは言われなくてもそう、みぞれさん投票に決まってますよ。マージン外の投票をお願いすればワンチャンあるわけねえだろ。盛大な茶番だった。あ、チャコさんもう村は終わりだよ。まあ私はオポチュニストなのでどうなっても生きてれば勝ちなんですけどね。というかこれチャコさんも絶対あの日みぞれさん投票してないだろ。まあひなうぱと私たちで産業埋まってるからね。おそらく残されたクルー枠は全員すでに墓場でしょう。となるとチャコさんの役職も気になるところですが、というか多分老数的に純愛者かキューピッドはいそうだよな。オポチュニストはラバーズ勝利でさえ共存勝利できるから、まあそこら辺がいたとしても問題は全くないわけではあるけど、ラバーズがいるとすればインポスターの片方は含まれているでしょうし、結果を見て片方が絶望することになりそうですね。そうなれば私たちもなおさら微笑むことができそうだ。こういうのが嫌だからみんなオポチュニストするんでしょうね。さて一応サボを直して神と陰陽師を否定しておこう。よし、これで大丈夫。残り時間は鉱山で非常食のアヒルと戯れていましょう。こいつ非常食だったのか。何回か動画に登場してるがそれが同じアヒルとは限らない。幼い子供にトラウマを残しそう。命の大切さと儚さ、気がに追い詰められた時に垣間見える人間の本性を伝える教育的チャンネル。電車と校舎のギャップが凄まじいな。インポスターの皆さんにはぜひ裏切って切るしてほしいわね。そうなればさすがに許せんぞ。ガンジーも出先のスタバでトルティーヤを買うレベル。優雅な午後を過ごすな。スタバ普段たまにしか行きませんけどトルティーヤだけ食べたくて最近行きました。チキンとチーズのやつな。あれなかなかうまかったからおすすめ。もう暇すぎて近況報告になってるじゃん。暇なので残り時間はサックスでも増えているとしましょう。お前最近素材増えすぎだろ。まあ走ったりすることもできるようになりましたからね。需要があるのかいまいちわかんないラインナップ。おいというか結構時間経ってるけどまだ終わらんのか。もうしばらく続くようなら古今東西が始まることになるぞ。この動画が実況を名乗ってるの虚偽深刻だろ。道端で死にかけてる生物古今東西。あまりにも終わりすぎてるチョイス。子供が泣くわ。というか私たちが遊んでる間にリアクター来たけど、多分レイマリさんの侍のキルを狙うためのサボでしょうね。リアクターは治らなかったら普通に私たち死んじゃうんですけど。ま、私たちが行かずともきっとクルーたちが直しに行くだろ。そうであればいいんですが、ファングルのリアクターサボって想像するより短いんですよね。まあエアシップが90秒であることを考えると確かに短いわね。クルーたちがちゃんと直しに行ってるか確認するか。しかし直接向かえば侍キルに巻き込まれそう。そんな時の望遠鏡。望遠鏡は左だけじゃなくリアクターまで見えるからね。案外範囲広いよな。さてそれでは失礼しまして、絶望の中あがいているクルーたちの様子を観察していきましょう。ひなにいさん全然直しに行きない？もう完全に割り切ってタスク進めてる感じなのかしら。そんなことされると私たちが困るんだが、リアクター直しに向かえよ。クルーメイトの義務だろ。ひえー、残り18秒。もう多少危険でも直しに行くほかないわねこれは。レイマリさんリアクターで終わらせるのは美しくありませんよ。一度直しましょう。まあ直しましょうか。私は右を直すので左をお願いしますね。わかりました。よしよし。で全然直りませんけど。私たちを裏切るつもりか。ひな兄さん左側直して。最後の最後で熱い展開。あれなんか普通に終わりましたね。レイマリさんが最後侍の能力で切るしたみたいね。というかしっかりみぞれさんも死んでてくさ。レイラーさんが最後侍で切られて消し飛んだようです。それじゃ次の試合行くわよ。さてそれでは2試合目。2試合目は1試合目から1人増えた11人構成だな。そして今回はインポスター陣営。相方はひな兄さんね。肝心なのは役職ですが、ふむ、イビルハッカーですか。まあかもなく不可もなくといったところだな。まあ全然弱いわけじゃないけど、侍とかテレポーターとかの最強格と比べると一段落ちる印象。古き良きインポスターです。アドミンが見れることを生かしていいキルを通していきましょう。うわこれキルされそう。私のセリフですよ。アドミン的にカフェに1人いるみたいだな。今キルできたらワンチャンバレないかもね。不自然じゃないよ。移動してキル狙いたいですが。右側に移動してからそのままカフェに移動しよう。って、あれなんか横にしか動けない。これはおそらくインポスターの神の能力ね。あ、ほんとだ神いる。ひな兄さん神か。嬉しいかといえば微妙なところですね。今みたいな感じで私たちも影響を受けたりするので。さらにタイミング悪くコミャサボまで来ちゃったしね。もう今回のキルはさすがに諦めた方が良さそうだな。ま、初動で相方の役職もわかりましたし、結果的にそこまで悪くはない気がします。ミーティングにめっちゃ人集まってるしキルしてたら危なかったかもね。ひな兄さんもいるし初手はキル起きてなさそうだな。なかなかキルチャンスが巡ってきませんね。アドミン見れるがゆえに逆に慎重になってしまうのあるある。本当は適当の押しキルを狙っていくべきだと分かってはいるんだがな。今回も通信室4人とかさすがに人固まりすぎでは。脇位置は相当かぶってるっぽいわね。キル狙うなら右側の方が容疑者候補広げられそうだな。逆に左側のキルはかなり浮いちゃいそうです。ということで右側に移動しキルを狙っていくとしましょう。今回は都合よく自爆とかは起きなさそうだし、なんとかして人数削っていかないとね。2ターン経過して誰もない通信に来る兆しも見られない。おそらくだがマットもいない配役になってんだろうな。都合悪くどんどん市民作っちゃってますね。そういえばモアスって複数人いるとこではキルできないゲームでした。最近の状況こそが異常だった。とりあえずキルボタン押して人外の力集結する流れが常だったからな。ちょっと神で全然動けないんだけど。あ、神ね。メメさんではなさそう。神、なんとも言い難い能力ですね。単純行動阻害と考えれば最弱というほどではなさそうだけど、評価しづらい役職だ。相方さんのリアクターサボタージュとなると左側でキルと押してるのかしら。キルと押してたとしてもかなりの数白でそうだな。いまいちキルするチャンスが生まれないですね。ひな兄さんはミーティングで待機してるっぽいのでサクッと直しますか。多分サボ直してボタンで死体消す流れね。となるとサボを直さない理由がないからサクッと直すぞ。よしこれで。あ、ボタン押す前に死体見つかっちゃったみたいですね。これはタイミングが
が悪い。ドロップヒップでみぞれさんの死体発見って、27秒前にキルされてる。なんで27秒前ってわかるの？シーアですね。まあ27秒前ならレイラーさんは白そうです。神の能力が発動してる時の前？あと？神の3秒前くらいだったかな。じゃあ通信室にいた人は全員白だ。じゃあひな兄さんが怪しいですね。神起きた時ひな兄さんドロップヒップとカフェの間にいたから。いや神来たからカフェの扉開けようとして。カフェに扉はありません。カフェには扉ない。そんな自分の首絞めるような真似する。あれブサオさんひな兄さんの相方ですか？いや自分はひな兄さん黒だと思ってるよ。最後ミーティングに移動してきてるの見てるし。いやでも最強のひな兄がこんなミスをするのか。いや神の能力中のキルなら自分無理ですって。パン屋権限でひな兄さん入れます。ひな兄さんが釣られてしまいましたね。私たちもキル通せてれば助かってた可能性もあるが、まあ過ぎたことは悔やんでも仕方ない。ひな兄には地獄で見ていてもらおう。恒例の勝手に村民地獄送り。よし今回はもう完全に動き方を決めました。キッチンにベントで飛んで残ってる方をキルします。キッチンのキルは死体を冷やしやすいからな。今回は若干左側に人が多めかしら。左側に人が多いのは好都合ということで、ジャングルのベントでキルクが開けるのを待ちます。適当に扉でも閉めながらキルクが開けるのを待つとしよう。できればパン屋使用してるレイマリさんかシーアの茶子さんを狙いたかったけど、まあもうこれ以上欲張ってる時間はなさそうですから。さてキルクも溜まったのでキッチンに移動。ひな兄さんと地獄で仲良くね。狙い通りラテさんはもういないし死体は冷やせそうだ。あとはできるだけ移動して右側で死人を残す感じですね。チャコさんまで消せたら犯行時間も消えるし理想だけど。でなんかレイマリさんの死体も転がってません。私たち以外の第三陣営もしくはラバーズとかか。まあ多分ラバーズでしょうね。ここスルーする方がリスク高そうなので早めに通報。結果的にパン屋まで消せてるし一石二鳥。パン屋の死体が温室の上に転がってました。となるとメテオ8万グーは無理だな。8秒くらい前のキルだと思います。となるとチャコさん視点自分は無理じゃないですか。通信室で8秒前くらい一緒にいたよね。すれ違っただけだからわかんないかも。その後グサオさんはどこに。温室の方に移動してメメさんがあって声出してたの聞こえた。キノコも踏んでたよね。あ、キノコは踏んでましたね。合ってるのでおそらく近くにいたんでしょう。焚き火のとこにいてスプラッシュから来た8万メテオと合流。あ、じゃあメメさんじゃないならグサオさんしか候補残らないんじゃない。え、なんで。いやだってラテメテオ8万グーは無理だよ。ただラバーズキルだとするとウパパロンの位置次第ではある。ウパパロンの死人はないの？確かウパさんは初手キッチン脇だったはずです。ウパラテを置いていって私だけ出ていってる感じですね。あれウパさん開幕左側で釣りしに行ってんのかな。まあでもその後上に行って焚き火で3人と合流してるから普通にグサオさんなんじゃない。え、違うってメメさんからてさんなんじゃないの。ふむ、悪くない流れですね。なんか知らんけどブサオさん釣られていったな。しかもなんかロラにはならなさそう。まあでも一度ボタン押す流れにはなりそうですね。結果的にこれで6人まで削れたので2キル通せればワンチャン。うん、この中に確実に私たち以外の人材はいるんですけど、どういう組み合わせなんでしょうか。私たちを吊るしたら勝利条件満たせない役職がいてくれると助かるんだけど、そういう役職は大体ベントに入れず生存が勝利条件だから、イビルハッカーはある意味天敵ではある。この後サボを直して一回会議突入。ま、私視点からはブサオさんで起きてそうですが、という顔あんないのか。ちなみにさんかブサオさんにジャッカルいればまあ普通に続くからな。ちなみにメテオさんはレイラーさん見てるんだよね。まあ笑い声聞こえてたから。グサオさん最後ら辺音質の企画引いては死体の企画いたそうですし、まあ私視点からはさっきの犯人はグサオさんで違和感ないですね。まあ普通にグサオさんなんじゃない。まあタスク進行でいいんじゃない。残りタスクどんな感じ。脇次第では次で終わるかも。長いタスクあるから次では終わらなさそう。む、そんなにタスク進んでたんですね。メメさんも怪しいけどな。というか八幡さんもキッチンから来てたんだよな。ウパさんが左側で死んでるなら八幡宮インポスターもあるんだけど。いや言うて八幡宮は結構メテオと一緒にいたぞ。グサオさん釣った今は時すでに遅し感ありますが、どちらにせよキルの容疑者は私よりグサオ8万とかの方が怪しいのでは。まあでもメメさんがインポスターには見えないかな。まあどちらにせよここは釣らなくていいかな。なんかマジで久々に普通の試合が展開されてるな。もはやデフォルト構成とほぼ変わらない展開。この構成でタスク負けとか久々に聞きましたもん。さてもうあとはキルボタン連打してなるようになることをお祈りします。ここから勝利するのに最低4キル必要とか厳しすぎだろ。さっきのキルで実質3人消せてるわけだけど、さらに4人とか闇鍋村だと気が遠くなりそうな数ね。もうラバーズでのボタ持ちには期待できなさそうですし、とにかくキルで早めて進めていくほかないですね。とりあえずタスク妨害でコミュサボ。うん、キルクがもう少しで溜まりますが。お、レイラーさん。うわジャッカルだー。私たちのことをキルしてない潜伏第三陣営だと思ってるようだな。はいどうもジャッカルでーす。とりあえず1キル。もうどちらにしろ味方役はいなさそうだし、誰でもいいからとっとと墓場に送るぞ。そろそろコミュサボを直しに来てる人たちがいるかもなので向かいます。あとは時間との勝負ね。む、なぜかコミュサボを逆走してくる八幡宮もいると。うん、八幡さんワンチャン陰陽師とかだとしたらキルしたら式神まで落とせるかもね。村役ならあのまま死体発見されていそうだが、通報が来る気配がないのでおそらく人材ではあるんでしょうね。人材視点からも全然内訳がわからなくて難しすぎる件。キルク開けるまでは暇なのでサボ入力でもしておきます。あ、気まず。こういう場面に出くわしたとき気まずいですよね。ただサボ直しに来てるみたいだし生かしといてやろう。能力解除待ってキルしなくていいの。1ターンで4キル通すのはさすがに無理なので、私この後1回生存する必要があるんですよね。ということで会議で釣り逃れるために生かしておきます。これでワンチャン式神とか道連れでいなくなってねえかな。残念ながらそんなことはないと。とりあえず八幡さんの死体は温室の上にありました。あれ、これクルーいない。オポチュニストです。チャコさんシーアならメメさんなんじゃない。いや私今回にキルは無理だと思いますけど、通信室でサボ直してたのラテさんに見られてましたし、レイラーさんとチャコさんの会話的にメテオっぽいけどな。いや
ため、テオは今回ずっと焚き火にいたからね。ザコさん今回何秒前ですか？あ、どうだろう。レイラーさんの位置がキッチンで、死体見つけてるんですか？いやし、矢の能力で見てて。霊魂ってことならそれ前のキルだと思うけど。とりあえずスキップ入れます。どういうこと？ザコさんめちゃくちゃ怪しいんだけど、自分でキルしたから場所わかってると勘違いしたんじゃないの？なんか知らんけどめちゃくちゃシーア怪しまれててくさ。少なくとも釣られることはなさそう。メメさんタスクどう？脇次第で次で終わるかどうかって感じですね。ここで終わらないということは2キル必要そうだし、スキップで行こうか。もう完全にタスクとのバトルに突入してきたな。メテオさん私に協力してください。行くぞメテオ。オッケー、いいよ。メテオさんがオポチュニストで協力してくれるなら1キルで勝てる。30秒ならギリなんとかキル間に合うんじゃないか。もうお祈りして探すほかないですね。コミャサボ中なのでアドミンは見れませんし、とりあえずコミャサボ直しに来ないでしょうし、音質から。お、一発ビンゴ。チャコさん今音質にいたな。見つけましたが、あとはキルクが間に合うかどうか。メテオさんステファインダーでくさ。最後間に合っても裏切られてたってことね。後半結構熱い展開だったのに。ま、あと1ターンあればワンチャンあったかもね。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で、さらばだ。